ただいまより2024年度東北学院大学入学式を執り行います。賛美歌326番第一節、歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。ご着席ください。聖書朗読並びに祈祷、原田浩二宗教部長。聖書、新約聖書、ヨハネによる福音書第12章の35節から36節、次第の3ページに出演されている聖書の言葉をお読みいたします。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。闇に捉えられることがないように、光のあるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くかわからない。光の子となるために、光のうちに光を信じなさい。それではお祈りいたします。皆様は黙祷の姿勢で共に祈りに参加してください。恵み深き主なる神様、仙台の桜も開花を宣言する季節となり、この晴れやかな今日、大学生として開花する多くの新入生たちを迎えて、2024年度の東北学院大学の入学式をこの五ツ橋キャンパスの押川記念ホールで開催できますことを心から感謝いたします。中学高校生時代、実に3年にわたるコロナ禍によって学校生活に不便を強いられた世代でありますけれども、そうした経験を通して当たり前の日常が決して当たり前ではないこと、それらが恵みであることを一人一人が学んできました。こうして今コロナ後の新しい時代の中、春とともに期待と喜びとまた希望を持って東北学院大学の学生として2024年度を始めることができ、改めて感謝いたします。ここに多くの新入生たちが集っています。どうか新入生一人一人の大学生としての門出を祝福してください。今年は特に能登半島地震から新しい一年が始まっています。ここに集う新入生たちもまた幼い頃に、今から13年前、それぞれの生活の場で東日本大震災を経験しました。さらにはコロナ禍など、何がいつ起こるかわからない、そのような不透明な危機の時代の中を私たちは生きています。またそのような時代ですから、新入生一人一人が東学院大学のスクールモットー、ライフ・ライト・ラブのキリスト教の教えの意義を一つ一つ
学生生活を通して学びながら、時代を切り開く希望の光、ライトを抱いて、光の子として光に歩む、人間力に富む学生として豊かに成長することができますよう、どうかお支えください。どうか人の悲しみや痛みに共感できる愛のラブの心をお与えください。どうか東北学院大学での学び、そしてキャンパスライフを通して、それぞれの人生ライフを豊かに育む知恵と力とをお与えくださいますように。東学院の誠の創始者イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。入学宣言、大西春樹学長。大学院経済学研究科、経済学専攻、博士課程、前期課程1名。経営学研究科、経営学専攻、修士課程12名。法学研究科、法律学専攻、博士課程、前期課程4名。工学研究科、機械工学専攻、博士課程、前期課程16名。電気工学専攻、博士課程、前期課程9名。電子工学専攻、博士課程、前期課程6名。環境建設工学専攻、博士課程、前期課程6名。同じく博士課程、後期課程1名。人間情報学研究科、人間情報学専攻、博士課程、前期課程7名。同じく博士課程、後期課程2名。大学文学部英文学科187名、総合人文学科65名、歴史学科182名、教育学科76名、情報学部データサイエンス学科193名、以上767名。新入生の皆さんは起立してください。ただいま報告がありました皆さんの入学を許可いたします。着席してください。告示、大西春樹学長。今日ここに2024年度入学式を挙行するにあたり、新入生の皆さんに心よりお祝いを申し上げます。また保護者の皆様の喜びはいかばかりかとお察し申し上げます。昨年度から開学した厳島市キャンパス押川記念ホールに皆さんを迎え入れることができ、本当に喜ばしい日となりました。
皆さんはそれぞれに高校での学びを終え、選ばれて入学の権利を勝ち取られ、東北学院大学の学生になりました。私たちは皆さんを一人びとりかけがえのない人格として尊重し、受け入れ、これから卒業前の4年間、全力で支えていくことをお約束いたします。東北学院大学は、9つの学部と6つの大学院研究科、学生総数1万1000人を要する東北北海道地区最大の私立総合大学であります。日本で最初のプロテスタント教会の一員となった押川正義、その押川を支えて学院創立に尽力したアメリカ人宣教師ウィリアム・ホーイによって1886、明治19年仙台神学校として最初は2名の教師、6人の学生から出発しました。今年で創立138年を迎えます。仙台市学校は5年間の後、東学院ノースジャパンコレッジと名前を変え、法医の後継者であるデイビッド・シュネーダー宣教師の下で発展し、1949年に大学となり、今日に至っています。創立以来、総計20万人を超える卒業生を送り出してきました。まず、本学の教育理念の基盤、これを建学の精神といいますが、これはキリスト教による人格教育であります。私たちは、この建学の精神を Life, Light, Love というスクールモットーとして説明しています。これは東学院の卒業生の間で長い間親しまれている言葉でもあります。Life、命とは、他人の命と人格を自分と同じように大切にすること。個人の尊厳であります。Light、光とは、学問や科学、部活の成果によって他者を明るく照らすこと、社会貢献であります。Love、愛とは、自分が愛するだけではなく、他者からも愛されるようになること、隣人愛を意味しています。この建学の精神によって、五橋と辻戸にあるキャンパスでは、毎朝10時20分から、この押川記念ホールとライハウザー記念東学院礼拝堂において、大学礼拝が行われています。心を落ち着かせ、静謐で厳粛な大学礼拝に出席して、パイプオルガンの音色のもと、聖書を読み、聖書に基づくメッセージを聞き、学院の根幹の精神を知り、自分とは何者か、隣人とどう向き合うべきかを考えてほしいと思います。ところで、皆さんがこれから学ぶ大学と、これまで学んできた高校の違いは何でしょうか。高校の勉強には教科書があり、教科書通りその正解を覚えていれば、大学という次の進路が約束されています。しかし、大学卒業後は、約束された次の進路はありません。大学を卒業すれば、あとは死ぬまで自分の力、すなわち実力で生きていかなければならない市民社会が待っているだけです。皆さんは、大学における4年間で、生涯をよりよく生きるための知識や技術を身につけなければならないのです。そのため、勉強の仕方が違います。高校時代は、先生や教科書から習うという受動的な勉学態度を意味するのに対して、大学においては、学生自らがどれほど力を身につけることができるかという、より主体的な勉学態度が求められるのです。よく、大学なんて卒業できさえすればいいのだという人がいますが、大きな間違いです。もうそんな時代ではありません。学卒なんて山ほどいます。そのような人は将来発揮すべき能力を身につけず、丸腰で市民社会に出ていくようなものです。では、実力を身につけるにはどうしたらいいのでしょうか。東学院大学では、
以下の3つの新しい学びの仕組みを用意しています。第1は現代の読み書きそろばんと言われているデータサイエンスです。ご存知のように大量データを高速で運ぶソサイエティ 5G やチャット GPT に代表される対話型生成 AI の出現によって急激な世界の変化が暴走列車のようにの勢いで進展しつつあります。皆さんは AI を駆使し、またコンピューターが残す膨大なデータから価値創造をしていかなければなりません。私は文系で数学受験ではないから、そのような仕組みが分からなくてもいいということでは済まされなくなってきているのです。データサイエンスの学びの入り口として、全学生が履修できる TG ベーシックに統計的思考の基礎という科目を選択必修科目として配置しました。情報学専門の先生方から文系の学生のために分かりやすく説明してくれます。文理融合の総合大学の強みです。第2はアクティブラーニングです。皆さんは高校時代に総合的な短期の時間を履修していたと思います。現代社会は複雑なメカニズムから構成されていて、例えば法学なら法学、工学なら工学という単一の学問だけでは課題解決はできません。そこでアクティブラーニングという主体的な学習方法が求められます。全学生が履修できる TG ベーシックの課題探究という科目群は、キャリア、地域、ボランティアなどの課題について問題解決のための手法を学び、実際に調査して考え、異なる学部の学生が厳しく相互に評価し合うような問題解決型の授業であり、さらに少人数のゼミまで配置しました。学部が異なればこんなに見方もできるのかという、お互いに切磋琢磨をしてほしいのです。そのために本大学では土戸井の方位記念館に、五橋のシュネーダー記念館の図書館に、日本でも有数のアクティブラーニングの施設を用意しています。第3は e ポートフォリオといわれる TG フォリオの活用です。 TG フォリオは学生たちが自分の学習成果を振り返り、目標に対して能力をどれぐらい身につけたかをパソコンで確認することができる仕組みです。就活といわれる就職活動の際には、そこからディプロマサプリメントといわれる証明書をダウンロードして、それを求人先に見せることになります。そこには学業成績のみならず、体育会、文化団体連合会、サークルなどの課外活動、外国語外部試験のスコア、留学やボランティア、今年から始まりますが学内のピアサポートなどの課外活動が記載され、証明されるようになります。TG フォリオを用いて、自分の目標を見失うことなく、学生生活を送ってほしいのです。さあ、今日から大学の一員です。東学院大学も新しくなりましたが、皆さんが新しくなります。自分の目標をしっかり立てて、大会や文連、サークル、ボランティア、ピアサポートに居場所を求めて友人を作り、通学に便利で仙台の街中に最も近いアーバンキャンパスのメリットを最大限生かし、充実した学生生活を送ってください。最後に聖書の有名な言葉を送ります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。マタイによる福音書7章7節。ご入学おめでとうございます。2024年4月3日、東北学院大学学長、大西春樹。
先生、新入生総代、文学部、英文学科、本田亜子。新入生は起立してください。先生、春の息吹が感じられるこの良き日に、私たち新入生一同は晴れて東北学院大学の一員になることができました。本日は私たちのためにこのような厳かで晴れやかな入学式を挙行していただき、誠にありがとうございます。大西学長をはじめ関係の皆様に新入生を代表して心より御礼申し上げます。昨年新型コロナウイルス感染症の感染症法上での取り扱いが第5類へ移行されました。このことにより制限が緩和され、さらなる挑戦と成長の機会が増えました。これから始まる4年間の学生生活において、取捨選択が求められた折には、あえて困難な道を選び、研鑽を重ねる所存です。その過程の中で、広い教養を身につけ、地の塩、世の光として、社会に貢献できる人物になれるよう精進してまいります。そして、東北学院のスクールモットーである、ライフ、ライト、ラブを体現するべく、答えのない課題に対して恐れることなく立ち向かい、学友とともに人間性を高め合いながら、世界に通用するグローバル人材になれるよう成長していく所存です。東北学院大学入学にあたり、以上のことを新入生代表として宣誓いたします。2024年4月3日、新入生代表、文学部、英文学科、本田亜子。聖書賛美歌贈呈。しっかりご覧ください。着席してください。校歌斉唱。歌詞は入学式資料の表紙裏をご覧ください。一同ご起立ください。Thank you.
ご着席ください。省営542番、引き続いて祝祷、原田宗教部長。歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいつまでもありますように。アーメン。一同ご着席ください。以上をもちまして2024年度入学式を終了いたします。引き続き事務連絡がありますので、新入生の皆さんはそのまま着席してお待ち願います。それでは入学式に引き続き、本学応援団シンフォニックウィンドアンサンブルチアリーディングチームの応援三者トレフレッチェによる新入生歓迎のパフォーマンスを行います。準備をいたしますので少々お待ちください。
お待たせいたしました。これよりパフォーマンスを始めていただきます。演奏中はどうぞ皆さんも手拍子でご参加ください。それではトレフレッチの皆さんが入場します。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
以上をもちまして入学式の一切が終了となります。